ムソンが歌った重さじゃないそうです。ということでついにこの時がやってきました。運命の時です。生田絵香卒業コンサート一般当落発表。もうやばいっす。もう心臓がバクバクしててやばいんですけども、今週はこのことしかね考えずに僕は生きてきたんですけども、今日生田絵香卒コンの一般当落の当落結果発表が、当落結果が出てるので今から皆さんと一緒に確認していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでね、まあなんか見たいんだけど見たくないっていう、もうやばい気持ちなんですけど、まあでも見ないとね、わからないということで、でも本当に行きたいんで、もうここがラストチャンスだと思うので、ここでどうにかね、もう当選していればいいなと思います。でもちろん12月14日15日2日間あると思うんですけど、両方応募したので、どっちか当たってたらもう本当に幸せなんで行きたいと思います。じゃあまずは12月14日1日目の方行きたいと思います。行きます。マジで頼む。ここで当たってたらもう最高よ。せーの、はい。でやーぐ、抽選の結果お客様は残念ながら落選となりました。ご用意できないか。ご用意できないよな。いやもう一般もやっぱりね、やばいと思うんですよ。まあ当たった人はもう本当にラッキーというか、めちゃめちゃ運いいと思うんですけど、落選となりました。追い詰められました。やばい、追い詰められた。あと1日しかない。12月15日。もうやばい、心臓のバクバクがやばいんですけど、12月14日は落選と。なりました。はい、ということで気を取り直してラスト12月15日、もう本当にこれが最後なんですけど、もう見たくない、怖い怖い、めちゃくちゃめちゃくちゃ怖いんですけど、見たいと思います。12月15日、本当に行きたいです。生田絵香卒コン行きたいです。お願いします。行きます。せーの、頼む。抽選の結果、当選した！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 しゃー！抽選の結果、お客様ご当選されました。やった。第一希望、ご用意できました。12月15日、乃木坂46、池田絵梨花卒業コンサート。もう髪の毛めちゃめちゃ変だけど、もうそんなんどうでもいい。なんでもいい。自分が今一番ブスだと思うけど、こんなんどうでもいい。よーし！よし！本当に今、うざいと思います。うざいと思うんですけど、もううざくてもいい。今はもううざくてもいい。はっしゃ。よっしゃ！やったー！マジで嬉しい。やばい、今年で一番嬉しい出来事起こった。12月にして、今年もう終わりにして、今年で一番嬉しい出来事起こった。やった、夢じゃないよね。夢じゃない。やったー。泣きそうだわ、普通に。落選してでも泣いてたけど、当選しても泣くっていうね。いや、感じなんですけども。やった。ということで、12月15日、2日目ですよ。本当に今ラスト、2日目に、いくちゃんの卒コン、行けることになりました。いや、本当にね、モバイル選考で、外れて、で、ね、モバイル2次がなくて、本当に絶望というか、ちょっと落ち込んで、で、一般でね、うわ、先着なのかな、抽選なのかなと思って、で、抽選になってちょっと喜んで、で、まあ、ここに来てね、本当に最後、当選することができました。いやー本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということでね、まあそのいくちゃん推しのね方に当たって欲しかったっていう意見もあるだろうし、まあ僕はいくちゃん推しではないんですけども、でもいくちゃん推しと同じぐらいいくちゃんのこと好きだし、この卒コンマジで行きたいと思ってたっていう気持ちだけはね、まあ本当なんで、いけない人の分、いけない人の分とか言うとちょっと本当にうざい人になるんで、まあ、とにかくいくちゃんの最後の姿を、最後の勇姿を見届けて、会場でね、見届けていきたいなと
思います。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価コメントも待ってます。皆さんも結果もね、ぜひコメントしてください。あとツイッターとインスタグラムもやってるんで、そっちのフォローもよろしくお願いします。バイバイ。